今年先月までに交通事故で亡くなった人は34人で、記録が残る1953年以降では最も少なくなりました。警察によりますと、今年交通事故で亡くなったのは34人で、去年の同じ時期と比べて9人減りました。最も死者数が多かったのは1972年の320人で、10分の1近くに減りました。一方で今年高齢ドライバーによる事故の死者が34人のうち13人を占めています。去年の同じ時期より3人多い状況です。